皆さんこんにちは、卓球プロチーム金沢ポートです。本日は監督 VS 選手というところで第3弾、松原健太キャプテンと対決をします。僕らは同い年ということで同い年対決で、僕は身長が162センチの 75.9 キロ、僕が169センチの61ぐらい、61キロぐらい体重上げたいなと思うんですけど僕まだ同世代なんですけれども、まだ松原選手に1回も負けたことがないので。勝ったことがない。ダブルスだけ、ダブルスだけ、インターハイの準決勝ダブルスで 0-3 でコッパリージにやられたということで、シングルはまだ初対戦なので頑張りたいと思います。コメントお願いします。まだ誰も1ゲーム落としてないので今回も完封します。僕のダイエットに協力してくれるそうです。あ、そうです。もう打ちません。ブロックで振り回してなるべく体重を落とせるように頑張ります。お願いします。お願いします。どんだけ動かそうとしてる。少しでも取りやすいようにするために卓球は基本的に一人で戦う競技です。でもチームで戦うとやっぱり心強いんです。だから僕らにできることは全部やろうと、今季勝たなきゃいつ勝つんだ、まずは僕らが奇跡を。ファンクラブメンバー募集中。何だろう。
しよしよしよし、どこで、あそこ一本ブロックしよう。なんか分かってきたよ、自分の体が。まだ守るっす。さあただ休憩タイムアウト。
1ゲーム1グラム1ゲーム1マッチ1マッチ1マッチ